おはようございます。今日は2019年の1月の9日、18時57分ですね。よろしく。すげえ疲れた。待ってるわ。
あ、ごめんごめんごめん。ごめんごめん。つけたね。大丈夫だよ。ごめんね。あやさんこんばんは。あれ画面が。あやさん作業中ですか？いや、作業してないよ、寝起き。何もしてないよ。そうじゃないよ。なんか体調悪いんだよな。ニンニさんこんばんは。ニンニこんばんは。いらっしゃい。こんばんは。
2023花の調子どうかな。花の調子なんか体調悪いね。またね、やだね。本当に体調悪い。風の悪さなのかな。風かな。風なのかな。ヤノラキーさん、こんばんは。こんばんは。マフアさん、もち米をプレゼントしました。ありがとう。マフアさん、もち米をプレゼントしました。ニューアイテムありがとう。バッファさんありがとうね。ありがとう。アイテムありがとう。いやーなんだろうね。体調あんまスッキリしないな。パンツ捨てよう。パンツに穴が開いて金玉が出てるんだよね。これが原因かな。パンツから金玉丸出しなんだけど捨てた方がいいかな。さん捨てましょう。ショー。ヤノラキーさん寒いし冷え込むので体調気をつけてください。いや前々からねパンツに穴が開いてると思ってたんだけど金玉出てるんだよね。金玉。まあ、可愛いからいっか。さんリアルすぎるそれぐらい買ってよ。ショー。昨日ユニクロ行って買った パンツ2枚と靴下9足買った。いや金玉出てるぐらいがちょうどいいかなと思って。金玉男子で行こうかなと思ってさ。ちょっとパンツ履き替えよう。金玉出てる。パンツ捨てるわこれ。ヤノラキーさん、キネをプレゼントしました。え？キネありがとう。ミンニさん、さよならおパンツさん。さよなら。ふぅ。のんちゃん今日会いたかったけど病院終わり来てくれるって言ってたけど寝起き寝起き。のんちゃん検査がまだ進まないって。病院まだ病院だって。
いやすげえ夢いっぱい見たな今日は。夢をたくさん見たよ。生放送やって楽しく笑ってる夢をたくさん見た。なんか雑談いっぱいやってた夢の中で。最近喋ってないな。ずっと喋って楽しくリスナーさんとねわちゃわちゃしてる夢見たね。おはよう、のんちゃんね、頭が痛くてね、MRI と CT スキャンやってるって。頭がずっと痛いんだって。偏頭痛かな。あれ俺水変えてないかまだ。そう釈迦の心配だよ。釈迦の水変える。新しいお水。はいはい。ペコは？ペコ？ペコ？ペコ丸？あれペコは？え、ペコは？ペコ？ペコどこで寝てんの？いいね、ありがとう。寒温差激しいから、心配だよね、ちょっとね。どうだい、お仕事始まった？みんな仕事始まったかな。どう？働き始めてる世間様は。働いてる。マッシャルブロックです。さよなら。絵でいらっしゃい。
今日ふわっち人少ない、配信者が少ないの、うん、最近このハングルね結構やるようにしてるんだよね、うん、このハングル結構増えてるかも、ベッドルーム、寒くないよ、あったかいよこの部屋、暖房ガンガンだから。服着るのがね子供の頃から嫌いなんだよね、なんか多分発達障害と関係あるんじゃないかと思ってるけど、服を着る理由があんまりよくわかんないんだよね。なるべく裸がいい、もう逮捕されたくないから外出るときは服着るけど、多分服に関心がないのと服家の中で着ないの理由があると思うよ、なんか関係があるんだと思う。薄着っていうかあんま服着たくないんだよね、パンツも履きたくないぐらいだもん、全裸でいいよ本当に。あーアジトそんな感じだね、うん、こんな感じ。で、なんか延長アイテムっぽいね、俺は物に溢れてる部屋が好きだね。かっこいいけどね、ミニマリストとか何にもない部屋とかめちゃめちゃ憧れるけど、俺は物に溢れてる感じが好きだな。自分個人的にはね、住みやすい。温度は分かんないけど、物に囲まれてる方がなんか落ち着くんだよね、なんでか分かんないけど。温度は分かんねえわ。あったかいんだ。ミニマリストとかね、服とかも3着ぐらいしか持ってないんだよね。あ、心理的にね、うん、オンリーの家にしたらいいと思う。人が来たら片付けないといけない家はダメだよね。人が来ないからね片付かないんだよ人が来ないんだよ、そもそも部屋が汚いやつって。
あ、三松さん来てるよ、この部屋。三松さん来てる。見た？ YouTube で。配信者の家に芸能人が来たの初めてじゃない？生放送で。結構あれ歴史的瞬間だと思うよ。今までないよね、多分ね。なんか配信者の家に行くパターンはあったとしても、配信者の家に来るパターンないよね。あ、驚くよね、あれは。わかる。あれはビビるよね。三松さんがね、ドラマが決まっちゃって今忙しいんだけど、三松さん自身はすげえやる気っぽい。ただスケジュールだからね、みんなね、あの忙しいんだよ芸能人の人って。例えばさ、地方公テレビはさ、すぐテレビ出てるからみんなわかるけど、地方公演とかドラマとかってわかんないじゃん。ダンカンさんとかも映画決まったりめちゃくちゃ忙しいよ。北郷さんも舞台とか入りまくってるし、構成作家とか。あのクラスになると、あのテレビの露出が少なくなったとしても地上波めちゃくちゃ忙しいのよ。あとプロレス団体もやってるから、三松さん。だからほんと売れっ子芸人とかって新幹線の中しか寝れないとか、そういう感じらしいよ。アイドルとか人気芸能人って配信者の暇だっていうのと芸能界の暇だは全然違う。暇のレベルが違う。こんばんは。年明けもうそろそろやるんじゃないかな、三松さんの番組生放送。ハートプレゼントありがとう。やることはやるし、三松さん自身もやりたがってるけど、スケジュールが合わないと。大人の都合です。ふわっちでやるって言ってたね。ただ分かんないよ、あのツイキャスになるかもしんないし、最近のふわっちの運営さんの対応あんまりね良くないからね。まあふわっちでやることになるだろうけど、機能が良くなかったりとかしたらツイキャスになるんじゃないかな。うん、服嫌い。キャスの方が人集まるだろうし、うん、まあその辺は三松さんと話していくことになると思うけど、キャスでやるかもしれないし、ニコ生かもしんないし、どっかは分かんない。ただまあ一番よくしてくれる運営さんと組んでいくよ。お、楓のお母さん久しぶりだね。こんばんは。
ねえ、しばらくぶりだね。忙しかった？来なかったね、あんまりね。寒くないですよ。浮気自体開いてなかったんだ。忙しかったのかな。のんちゃん本当は今日遊びに来る予定だったけど来れないって。検査が長引いてるって。繁忙期だ。心配だよ。心配。のりさんっていうのやめて。のりさんってね、配信会で石川のりゆきさんのことを指すから、たまにね、最近のリスナーさん、のんちゃんのことね、のりさんのりさんって言うんだ。のりちゃんとかね。あ、のりって言うと石川のりゆきだから俺ドキッとするんだよね。いや俺のりゆきさんの話題しないよっていう。あー、ちょっと元気ないね俺。うん、ちょっと元気ない。元気ちょうだい。うん、のりちゃんとかのりさんって言うと石川のりゆきを指すから。みんなのんちゃんって呼んでるよ、のりこのこと。アイテムありがとう。飯食う前に走らないとな。この前カレー食った後走ったらめちゃめちゃ体調悪かったから、走るときは空腹状態で走ろう。おお、帰った。今のんちゃんの話してたんだよ。どう？どうだった？みんな心配してるよ。帰り。どうだった？おっすー。なんともなかった。よかったじゃん。なんともなかった。あ、よかったよかった。頭の中にね、ハムスターとかがいますとかだったら面白かったのにね。ハムスターって。頭の中に2匹ハムスターがいますねつって、取らないとって。よかったよかった。なんだ、のんちゃんと今日一緒に過ごせると思ってたけど。
残念だな。お正月以来会ってないからね。はい、こんばんは。お前解放すげえな。スタップくんってあれよっさんに100万円投げた花火師らしいじゃん。解放マンスリー上位行くんじゃねえの。知ってる？スタップくん、あのよっさんの爆投げ花火師なの。知ってた？もう逃したんかい。ダッサ、早っ。なんでそういうところを。いやすごいよ、スタップくんはよっさんの一番の今爆投げ花火師だよ。スタップくん逃すの早っ。何がかっこいいだよな。はい、ワード2いらっしゃい。全然かっこいいじゃないじゃん。はいはい、こんばんは。どう、こんばんは。ありがとう、嘘ありがとう。スタップくん虜にしたら今頃解放は億万長者になれたのに。まあまあ、でもあの感じはなんかあれだなって思った。あーそうなんだ、へえ。卵味噌とコラボなんだ。卵味噌喋れねえかんな。北海道、妻には北海道にいんのかな。風呂入りてえな。風呂入ってからシャワー浴びてからランニング行くの変だよね。でも風呂入りたくて風呂入りたくてしょうがないんだよね。風呂入った後走り行こうかな。なんかちょっとソソのツイッターがすげえ面白くて。祖祖がなんか今年になってからね、なんか面白いツイートを書こうと必死にツイート頑張ってるんだよ。可愛いと思って。コメントの練習ツイッターでやってるんだよ。でも全然面白くないの。それがまたねいいんだよね。なんかひねってひねってね、全然面白くない。ユーモアが足りないんだって祖祖。全然面白くない、本当。わかん、多分コメント面白くないって去年いじりすぎたからへこんでるんだと思う。修行してるよツイッターで。ランニングしてからの方、風呂の方がいいんだから頭かゆいんだよね。俺ね、スタップくんと塾長同一人物だと思うんだよね、俺の予想。多分ここでも一回だけスタップくん投げてくれたけど、でももう二度と投げないと思う。怒鳴り散らしちゃったから、二度と来んじゃねえゴミ野郎とか言って、スタップくんに怒鳴り散らしちゃったんだよ。
去年ね年末1回だけ投げてくれた。大物花火師に怒鳴り散らすっていうね。やっぱ花火投げる人を怒鳴り散らしたらダメだね。収入に響くね。いや多分だけど俺塾長さんなんじゃないかなと思うよ。あの人スタップ君は。スバニアン何かの間違いだと思う。すぐコラボ終わった。あコラボってコラボ機能ってことか。コラボ機能か。捨て頃っていつやるの。あれはね毎年6月で今回6月の23だね。そうそうそう。だけどチケット取りたいんだったら早めに早めに動かないと1時間とかで即完売するようなイベントだから。今時珍しくね人気コンテンツなんだよあれ。だからもし興味ある人は早めに取らないとね。もう最後だから今回。鶴の神出るね。鶴の神コメント書いてたけど、おお和田さん久しぶりって。なんかね鶴の神の中ではね年齢下なんだけどやっぱニコ生だからね俺のことさん付けなんだよね鶴。まあずっと昔からそうなんだけど、今回前回そうだね前回も半年前、1の時は3ヶ月前から動いて、2も半年トレーニングして、今回も半年でいいかなとか思ってる。セコンドないんだ。俺もないよセコンド決まってない。なんか雅が明日カズさんと練習するみたいね。ヒカルくんとチケットお便所さんに予約した。多分 VIP 席はすぐ埋まっちゃうと思うけど、いやあれだよ、あのもともと鶴の神のおかげで俺のりこと出会ってるんだよ。もともと鶴の神どかそで、で俺鶴の神の放送が好きでよく遊びに行ってたの俺が配信始めた頃で、あのまあまあなんつうの、あのお互いなんつうのコメント書き合ったりとか、鶴とか仲良くてネット上で、で俺が売れ始めた頃があったの。ちょっと頭一つ抜けてなんか人数がその100人超えるようになってきた頃に、鶴の神がなんか呪枠で和道ファミリーに俺は傘下に入ったっていう枠をやったの。なんかこれからは和道の時代だから俺は和道についていくとか言って、和道ファミリーだわとか勝手に言い始めたので、それをのりこがたまたまロムって見てて、で和道って誰だろうってなって、のりこが遊びに来るようになったの俺の枠に。だから実は鶴の神は俺とのりこのキューピッドなんだよ。たこ焼き屋は来るの。いやなんかケータリング今回来ない、2来なかったから3も来ないんじゃないかな。そうそうそう。でねまだね一回面識ないんだよね。面識は俺と鶴古いよ、うん、俺と鶴古い。あだけど会ったことはないのよ一回も。お互いだから会えるの楽しみだねっつって、うん、そうそう。みやびまあ俺鶴とはね会いたかったから。鶴の神とは、鶴の神って本当あんなキャラクターじゃなかったんだよ。アウトローのキャラクターじゃなくて、あの昔から特徴あった奥さんのことすげえ大事にしてんの。愛妻家なの鶴の神って。であの奥さんのこといじるとめちゃめちゃ怒るんだよ。ちといらっしゃい。そう奥さんのこといじるとめちゃくちゃ怒って、だからあの佐野バールの襲撃もあれ奥さんのことディスったからなんだよ。体重差ね5キロぐらい相手が上だけど俺絞るよ。身長は俺いや階級はあんま変わんないはずなんだよね。だから体鍛えすぎなんでしょ相手が。相手が体鍛えすぎなんだよ。だから今回スピードで勝負したいから俺は65キロぐらいまで、8キロ俺は落とすね。スピードでかく乱してやろうと思って。一番体のキレがいいスピードに持ってくね体重に。今回は体格差そんな考慮しなくていいのかなっていう。
なんか直樹兄さんはさすがにちょっと無理があるなと思ったけど、なんか直樹兄さんの時にさ、直樹兄さんに負けてやがってとかいろいろ書かれたけど、想像してみてもらいたいの、ボクシングやってない人に。身長が10センチ以上、13センチぐらい相手が高くて、相手が体重10キロ以上重たいやつにぶん殴られるのを想定してごらんって言うと、ああなるほどねって。体重がさ10キロ重くてさ10センチ以上身長高いやつに殴られたら吹っ飛ぶでしょ。ありがとうベリーさん。え、アウトボクシングはしない、できないよ俺。アウトボクシングすごく難しくて、ステップワークっていうのが必要なの。要は足の素早さが必要なので、俺がそれを持ってないから、もうインファイトしかできないから。2年間インファイト徹底してやったからね、もうインファイト思いっきりバッチバチの殴り合いになると思うよ。あ、1キロ増えるだけで全然違う、全然違う。あのパンチ力は体重に比例するから、パンチの純粋な重さは。だからボクシングってあんだけ体重細かく分けてんのよ。体重を細かく細かく調整するのね。簡単に言ったらでかいやつの方が強いんだよ、同じ実力でやっちゃったら。まあね、メイウェザーと、そうそうそう、初めの一歩のスタイル、ピーカブースタイルで、あのマイク・タイソンが有名だよね。要はガードをガッチガチにして防御力上げて、あの得意の攻撃、パンチ力の重さで勝負するっていう。あれはもうウィービングとかダッキングっていう、こう横に振る技術が半端じゃなく上手くないとできない。だって手長く構えた方がこの分有利じゃん、この分早く当たるんだから、こっから出すわけだから。だから距離を潰すの、この辺で殴り合うの。ボクサーの視点この辺で殴り合うんだよ。バンってすげえ迫力あるでしょ。こんな距離だよ、こんな距離。鉄棒とかのトレーニングはしないね。要は筋肉量はそんなに必要ない、ボクサーには筋量は、なんだろう、あんまりいらないかなって。ドルさんもカズさんも同じことを言ってたから、多分間違いないんだと思う。筋トレはいらないっていう。っていうかカズさん現役の頃に筋トレ一回もやったことないって言ってたよ。それよりも瞬発力を上げる、その反復横跳びとか、あのなんて言うんだろう、その走り込みとか、もう本当にスピードをとにかく上げるんだって。反射神経とかを鍛えたり。スピードが胸なんだよ、スピードが。まあドレスあんだけ筋肉あってスピード速いの化け物だけどね。なんであんなパンチ速いんだろう、あの人。ミドル級のスピードじゃないんだよね、スピードだね、スピード。だからどんだけ破壊力あるパンチでも当たらなかったら意味がないから。ああはいはいはい、あれはねすごく有効な練習だね。あのこうかいくぐるやつね、こうやってかいくぐるやつね。ここに鉄棒をこうやってやって、こうスッて抜けて、スッて抜けて、そう、あれはめちゃめちゃ有効な練習。あれはむしろ超いい練習だね。あれは本当はリングの糸を張るの、リングにこう糸を張って、でそこをこうやってリング上をこうやってくぐり抜ける練習がある。あの鉄棒頭ポコンってぶつけるか危ないけど、本当は糸でやるんだよあれ。糸っつうかたこい、なん太い糸、ロープを張って、そう、あれは昔からある有名な練習法。リングにね、いろんにもあ、なんかクモの巣みたいに張るんだよ、少し緩めのクモの巣みたいな。それでかいくぐっていってミット打つ、かいくぐってミット打つっていう。そうそう、それが家だと練習できないから、初めの一歩だとその鉄棒で練習するの、自主練の時に。あれはめちゃめちゃ有効だよ。ダッキングっていうのと、ダッキングだね、ダッキングの練習だね。あとウィービング、あれすごくいい。
マシーバー、まあうーん、いやあのね、キックボクシングが主体だから、あのキックボクシングってガードを絶対下げないの。あのボクシングのスタイルのね、あれデトロイトスタイルって言って、こういう風に構えるんだけど、こうやって顎をショルダーブロック入れて、こうやってやって、こっからこう下からジャブ打ったり、横からとか、こう要はパンチってさ、こうやって打つと軌道が読みやすいじゃん。でもフリッカーの特徴って、こうやってやると軌道が見えづらいの分かる？どっから飛んでくるか分かんないでしょ、こうやってっていう、そのデトロイトスタイル、フリあのっていうスタイルがあるんだけど、メイウェザーもよくやるよ、うん、そう、あれはね、蹴りがあるとできないスタイルの、本来ドレスさんがやっちゃってるんだけど、蹴りは一発もらったら終わりだから、そう、あれはボクサーしかないスタイルだね。あれでね、世界の覇者何人も出した有名なジムのコーチが開発した、ちょっと特殊なスタイルなんだよ、デトロイトスタイル。ちょっと古いスタイルだけどね。まあ一番いいのはやっぱオーソだよ、これ。もうザ・ボクサーのオーソドックスタイル、左手前に出して左で距離測って右をズドン、これが一番いい。ピーカブーやっててやっぱ距離感がね違うんだよ、うん、この差はでかいよ、この差はでかい。インファイト特化型だから俺は。やっぱ直樹兄さんがオーソドックススタイルだったけど、まあ、中にかいくぐったらね、この空いてる分の手が逆に相手は不利になるから、中に入っちゃえばこっちがぜん有利だけど、まあ打たせずに打つがボクシングの基本だからね。あーどうだろう、わかんない、声おかしい、マイクつけてるからかな、これかな。最近鼻水止まんないんだよね、声おかしい。パソコン配信は声いいからね、マイクちゃんとしてるやつだから。スマホがぶっ壊れてんのかもしんない、もしかしたら。あれ、これで合ってる？え、これじゃない？あれ？マイクこれじゃない？あ、あ、合ってる？これで。マイクそれか。ありがとう。音感がいいのかもね。今回でも新しいパンチの種類覚えようかなと思ってて、あのスマッシュ入れようかなと思ってる。なんかアッパー系が得意、なんかアッパー系褒められるから、前回またアッパー出してないんだけど、今回のあのパンチ背頃の鍵は俺はアッパーだと思ってて、あのアッパーとスマッシュ徹底的に覚えようかなと思ってるね。っていうのも、あの宮城さんが上からパンチをあの打ってくるタイプだから、カウンター狙うんだったら下から突き上げるパンチ結構有効だと思ってて、ありがとう。あと宮城さんが前かがみになる癖があるから、その時にショートアッパーバコーンってぶち込んでやったら多分勝てると思うんだよね。多分今回のテーマアッパーだと思う。俺の課題はアッパーだと思う。宮城さんが前かがんだ瞬間ズドンだね。
いやもう今回ね、コーチがいないから参ったよね。教えてくれる人がいないから。ちょっと圧倒的不利な状況ではあるかな。コーチがいない。ああ、また来て。ありがとうね、無印さん。いや、バレてもいいんだよ。っていうのも、本番までは、理論と練習で、結局ね、対応できないから。理屈が分かってても、練習で対応しないと、無理。本番結局、もう、リングに上がったら考えてる暇なんかないの。うん、もう、リングに上がったら、なんかモンスターファなんだっけ、昔さゲームであったじゃん、モンスターファームだっけ、なんだっけ、なかった、CD を読み込んでさ、あれもさトレーニング家でやるけど試合はコントロールできないじゃん。試合はコントロールできない系のゲームと一緒よ。もう刷り込ませたことをやるしかない、リングの上では。だから結局ね、対策打たれたとしてもね、いいんだよ。なかなか癖とかって治るもんじゃないから。結局練習してる方が勝つん、強い方が勝つん、ただそれだけだから。すごくシンプルだよ。風呂入って、あれか、風呂入るか。じゃあ垂れ流しにしておくわ。金魚姫さん、行ってらっしゃい。この後じゃあロードワーク行こうか。ワド監督さん、シャワー行ってくる。金魚姫さん、さっぱりしてきてからロードワークファイト。つけっぱなしにしとくよ。金魚姫さん、頭痛いの治った？のりこアット銀河さん、収むらない。
ロリコアと銀河さん薬の副作用みたい。金魚姫さん、私も半年前に原因不明の頭痛で CT 取ったが原因不明で最近になって気圧性頭痛って分かったわ。ロリコアと銀河さん頭痛の腹よって多いからなかなか治らない。金魚姫さん、そうだよね、とにかく頭痛が収まる方法を見つけた方がいいよ。私は湯船に入るのが一番楽だったよ。人それぞれだからね。
天が青々なにさんかずみちかっけえ。タムタムさん、今からトレーニング前のシャワータイムです。少々お待ちください。ウィス。天が青々なにさんトレーニングしてんの捨て頃金魚姫さんバックスラッシュ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 金魚姫さんタムタムさんトレーニングしてますよ。金魚姫さん散歩という名のね。天が青々なにさんそうなんや軽く勝てそうだけどなわら。タムタムさんそうとも言う W わらわら。あ、炎上忘れてんじゃん。ただいま。金魚姫さんバーガーを5個プレゼントしました。うわさっぱりした。ダルダルさん風船を50個プレゼントしました。天が青々なにさんおかえり。のりこアット銀河さんバーガーを5個プレゼントしました。あー気持ちいい。風呂は最高だね。風呂最高。タイマーお帰り、ありがとう。金魚姫さんさっぱりした。目覚めた。目覚めたよ。タムタムさん一本で行くでしょ。ルナさん気持ちよかった。気持ちいいね。お風呂大好き。
金魚姫さん蒸気が家にもよか。生まれ変わった気分だよ。お風呂はいいね。最高。金魚姫さんお風呂最高。お風呂いいね。お風呂最高だね。いや気持ちよかった。軽く勝てる相手はいないよ。軽く勝てる相手なんか世の中にいないよ。みんな必死になって本番までに鍛え上げてくるのもそんな甘くないよ。アマチュアの試合だとしてもね、みんな必死だよ。万が一が、万が一もあるし、甘く見たらいかんぜよ。舐めてっとやられっから。金魚姫さん、人間はそもそも水の中で作られるから風呂は故郷だよ。なるほど、いいセリフだね。なるほどね。水の中で作られる、すごい言葉だな。深い。人間は水の中で作られる。金魚姫さんてへろ、褒められちった。深いね。走るのだるいな。しかし行かないとダメ。行かなきゃあかんか。結構大変なんだよね。タムタムさん、最初はトレーニングなんてしないよって言ってたのにっていう言葉を聞いたようなの。あんて空手トレーニングしてないよ。ただ生きてるだけだから。努力はしない。金魚姫さん、湯ざめが心配。湯ざめ、まあちょっと一服しようか。じゃあ気温が落ち着くまで。タムタムさん爆笑。努力っていう考え方が大嫌いの。うまいかペコ。運動した後の飯最高にうまいからね。それが楽しみだよね。
のりこアット銀河さん太ってしまう。え、太るのは悪いことじゃないよ別に。太りすぎが良くない。ご飯食べないと死んじゃうよ。金魚姫さん走りたい気分なら行けばいいし、走りたくないならやめればいいのよ。やりたくないことをやっても無意味だからね。いやそれがね今回難しいところで、勝つためには絶対走らないといけないの。やりたくないとかやりたいとかじゃない、勝ちたかったら走るしかない。走りたいか走りたくないかなんて聞いても無駄なの。勝ちたいか勝ちたくないか。モイスト3、やりたいやりたくないの次元を超えなあかんわな。タムタムさん難しい。まあ走ったとしても勝てるとは限らないけどね。ポンちゃんさん、今回は勝てそうですか？勝たせたいのか、勝たせたくないのかじゃん。勝ち馬しか応援しないやつは嫌いだよ。俺のこと勝たせたいのか、勝ってほしいのか、勝ってほしくないのかが重要でしょ。勝てるの分かってる試合だったらやる必要ないじゃん。そうそうそう、勝ちたかったらやれっていう、そう努力だとかなんかやらなきゃとかじゃない、でもやるんだよ。やる以外の選択肢がないんだ。金魚姫さん、走っとけばよかったと後悔するなら、そうそう、やるだけやって負けた方が納得いくよね。そうそう、やること やらないと悔しいっていう資格もない。負けてヘラヘラしてるやついっぱいいたよ、捨て頃ワンモツ。タムタムさん、レフリーがワドの右手を上げるところを写真に収めたい。金魚姫さん、そうだよね。前回いい写真撮ってくれたからね。のりこアット銀河さん、絵頭。ポンちゃんさん、捨て頃地下格闘技みたいなルールにすればもっと面白いのにね。あのね、あの興行のやつって許可を取るのめちゃくちゃ大変なの。あのルールが限界だと思う。あの無理でしょ、無理だと思う。あのハードルが跳ね上がるのよ。むしろ捨て頃としてもやってるのも結構すごいことなんだよ。
あのそうそうそう、要は大怪我する可能性とか本当に死ぬ可能性あるから、まだ手元にあるか試合当日に送るわ。あーローデータちょうだい。うん、試合当日に送るっつうか SD カード持ってきてさ、オフ会の時飯食う時にデータちょうだい。タムタムさん、うんうん、うん、じゃあ行くか。準備 OK、 行くよ。また携帯プツって切れないといいけど。タムタムさん出発。出発だね。ちょっと一回枠は閉じよう。じゃあ皆さん、次枠はロードワーク配信です。応援よろしく。お疲れ。金魚姫さん了解です。タムタムさん、うん。